国立科学博物館に展示されたレーモンドレーモンドはトリケラトップスの標本。1994年にアメリカ合衆国のオセダコタ州から回収された。実骨標本は日本の国立科学博物館に展示されている。左半身は風化していて、右半身のみ保存されているが、保存度は高く、その間接した右前肢は、 トリケラトップスの姿勢の復元にヒントを与えた。右側に倒れた状態のトリケラトップスの化石が W ガースとかにより発見されたのは1933年のことであった。化石はアメリカ合衆国のオスダコタ州、ボーマン軍の W スワーンクの私有地にて上部白亜系のヘルクリークルイの路頭から産出した。発見地は 北緯46度16分、成形103度51分、マルマースの町から南西に約 6.5km 地点に位置した。地層は砂で構成され、自生する植物の根が多く含まれていた。発見された化石は翌年に回収された。デーモンドはブラックヒルズ地質学研究所によると、トリケラトプス属の模式種であるトリケラトプスホリドスの標本であるが、 藤原新一はトリケラトプス SP としている。左半身は風化していて、かつおも失われているが、トリケラトプスの標本としては、骨がよく揃っている部類であり、むしろ保存度はトップレベルである。トリケラトプスが記載されてから2007年までの約130年間で100を超えるトリケラトプスの頭骨が収集されてきたが、 レーモンドのように大骨格の残っている標本は少ない。全長は6.2メートル、前肢の指先から眼下状の角の先端までの高さは2.8メートル。左半身と、尾い以外にも、胸骨と頭骨の一部が侵食を受けていたが、右半身が死後に、スカベンジャーにより砂取られた痕跡はなく、また椎骨は骨盤まで、完全に関節している。 先髄よりも前方の椎骨は、頸椎の根元を除いてまっすぐであり、また、頸椎の根元では広がりを見せている。微側から見ると、椎骨は後方に向かって時計回りにねじれている。胸部から仙骨までは、骨下下腱が保存されている。骨盤やあばら骨など、左半身の分断された破片は、生存時の位置よりも、背側で保存されている。レーモンドは、 右半身のみが風化を免れて保存されており、特に右前肢が関節している点が重要である。このようなケラトプス化恐竜の標本は2008年までには他にアンキケラトプスしか発見されていない。骨要素の揃ったレーモンドの右前肢では中手骨の列が近位から見て L 字型に配列すること。 前腕骨の遠位タウンが関節すること、肘関節の回転面と平行な第二子が隣接する第一子と第三子で補強され、これら三本の内跡が頭骨の交換節面に関節していることが確認できる。強固な第二子がこのように配置されていることから、レイモンドの前足は肘関節の進展に起因する強力なストロークに適した姿勢、すなわち、 甲を外側に向けて第二子で体重を支えた直立体制であったことが示唆されている。要するにレーモンドは長らく議論されていたトリケラトプスの姿勢問題に解決の糸口をもたらしたのである。実骨標本は日本の東京都台東区上野公園に位置する国立科学博物館に展示されている。レーモンドの骨格は間接しているため、 床や壁に立てかけての展示に適しており、国立科学博物館でもそのように展示されている。なお、レーモンドの真上にはスティラコサウルス、パキリノサウルス、アンキケラトプス、カスモサウルスの頭骨が展示されている。ありがとうございます。